そのサイズ感が千年違う立ってるかもしれない。根が全てなんですね。そう、根の周り。木っていうのは綺麗な方が表じゃない。はい。dashu.jp の藤川です。ところで、日本の植木は盆栽のように作ることから、マクロ盆栽とも呼ばれております。このマクロ盆栽は海外でも大変人気で、輸出はこの10年で大きく伸びています。中でも犬巻が一番人気なんですけども、理由はこちら。これ犬巻の実の部分なんですけど、お坊さんがお祈りしてるように見えません。巻きの木は英語でブディストパインとか、中国語でローハンソンと呼ばれてまして、縁起がいいと大変人気です。そんな犬巻を私たちダーシュ .jp では船に乗せて輸出しているのですが、今日はこの犬巻の名木をご紹介いたします。千葉県に来ています。千葉はここ10年、海外で人気の犬巻の一大生産地としてとても有名で、本日は大村園の宮山さんにお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。今回は千葉県にある大村園緑化にお邪魔しています。まずはこちらの犬巻の木、この木のいいポイントは何ですか？太さの割に背が低いし、はい、枝が太い。あ、どうしても、太い木っていうのはそれだけ樹齢がいってるので背はどんどん高くなるものなんですかね、それは場所によって小さい、時から風に当たったりするような場所だと高さがあんまり伸びないで、横に這うように伸びてるから、木っていうのは難しくて、そうですね、枝があって綺麗な方が表じゃない、はいはい、盆栽と一緒で、ちょっと奥行きが見えて、幹が見えて枝が見える方で、最後に芯がちょっとかぶってる方、ちょっとこうかぶさるというのはどういう意味ですか？そうそう、はい、表だから芯向いて人間と同じ少し前、はい、あ、ちょっと前で、前っていうより、まあ、はい、これこうじゃない、あ、のけぞってると、なんかちょっとこう、そうそうそう、不安な感じに、そうそう、盆栽もそうやけども、ただスーッとしてるだけで価値観が全然違うので、やっぱり下はこう自然に根が張って、大地にこうなんか力強い感じがあるんです。張ってるような、もし仮に300万というと3分の1根のところの評価をする、3分の1ぐらい評価をしたぐらい高い、もう根が全てなんですね。そう、根の周りは。盆栽は結構くねくねしてる方が結構評価高いじゃないですか。植木に関してはまっすぐの方ですか？なんつうの、まっすぐで根の張りがこう平らで、こういう木ですね。うん、こういう木が、まあこの辺の感じだな。はい、こういう木が芯が通ってて、はいはい、人間のこの成長する過程みたいに粘りがあって枝が順調にあって、まあ頭のところもちょうどバランスよくできてると。そう、人生もそういった、何も障害もない、トラブルもなくて、まあうまく過ごせんじゃないかなって、そこはなんか興味選んで。で、ほら、よく芯のところに曲がってたなんかすると、やっぱりなんか不安とか、それと一緒で、そういう評価を中国の人たちはそこまでするよね。なるほど。こういう木もいいんだよ。自然でこう言って。これはでも面白い形してますね。そうそうそう。まあ自然のね、自然に付き合うのは。自然に。あんまり加工してないというより、自然に育ったやつをそのまま枝を使っているような感じ。サシになってるんですね、この。そうだね。右の、この上が。そうそうそう。だから日本流で言えば、それにさ、中国行ったら石なんかよくこう。あ、ここの間に石を置くと。そうそうそう。石のでっかいやつを、ちょっと背の高いようなやつを。へぇ。これはこうパッと見たら、頭はどこになるんですか？頭と頭はあれだけど、このやっぱり高い方が頭になるんです。そうそうそう。これは例えばこの木に対してサシの部分とかも細い感じがするんですけど、やっぱ細いという印象なんですか？それをカバーするためにああいう玉をいっぱいつけて、少し枝のこの幅を出して、幅を出してそれをカバーしているんです。なるほど。こう玉をこう、小さい玉をこうつけて、それがまるで枝みたいな、自然にこうなったような。あとはまあこれがあの、はい、太さと高さとやっぱり枝と、この木の、いいところは枝のバランスと、はい、
ちょうど下枝がないけども粘りがよく見えるから。なるほどですね、うん、ここのこの下枝がない分、うん、すっきりしているのでこの素晴らしい粘りがよく見えると、うんうん、これはだけど芯が少し曲がってるからまっすぐでとなるとこの幹自体がちょっと斜めに生えてるじゃないですか、うんうん、斜めのまままっすぐの方がいいんですか。いやそれはもうこの木はもうまっすぐ植えるべきじゃないし、これはこのままの方がこの木の、うん、特性が生きてると思った。やっぱりこうやって見ると頭がちょうどこの根鉢の上に来てますけど、これはいいね、これがバランスがいい。バランス、そうそうそう、これはこっちでもしょうがないし、はい、またこっちでもしょうがないし、これは幹がちょっと斜めに向いてるけれども頭でこう戻すっていうのがいいバランスだと。そうそう、日本の東京あたりとか関西の庭でもみんなこの間あんまり葉っぱが多くなるとちょっとすかすって言ってこう、まあ5本あれば2本間を取って明るくして、やっぱ中の、うん、小枝とか幹が見えるように、そういうふうに皆さん手入れしてたんだけど、ね、やっぱりこういう庭木維持しようと思うと管理費もすごいかかるんですか。うん、やっぱなんか商売で儲けたりなんか、うん、財産のある人じゃないと維持管理がない。なるほど。若い人たちはとても維持管理ができないから、じゃあ売るとか処分するとか伐採しちゃうとか。ぜひあのダッシュ .jp では買い取りもさせていただいてますのでもし伐採の際にはお声掛けいただければと思います最後に宮山さんの園にある歴史ある大木を見せていただくことに。これなんですけれども、これ普通の人が見ても凄さっていうのは何かわからないですよね、うん、この私のウエストがこれなんですけど、うん、いくらも変わんないねこのサイズ感このサイズ感ですよね。まずこれちなみに何メートルあるんですか。ここちょうどそれ4メートルある。4メートル、ああ私4メートルのこんな木なんて見たことないんですけど、牧の木、犬巻で4メートルでどのやっぱり相当珍しいんですか。まあ珍しいとは思うね。ちなみにこれで樹齢何年ぐらいですか。55代目だってからその時人が植えたのか。55代前700年とかもしかしたら経ってる。いやもうもっとずっと経ってる、はあ、1000年違う経ってるかもしれない。経ってると思う木ですね。26トンぐらいあったね。あ、木自体は26トン。そう、どうやってこれを運んできたんだっていう。140トンのクレーンで。140トンのクレーンで、うん、そうまでして大変な思いをして取り出した木がこちらと。今日はあのいろいろな植木を紹介していただいてありがとうございました。まあ、私たちもさ、はい、こういうのを YouTube なんかを通じてまた皆さんに関心を持ってもらって、はい、また外国の人にも関心持ってもらって、ぜひね、お買い上げいただければありがたいなと。そうですね。思ってますので、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いいたします。はい、ではまた。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。